ゴリラズ、ゴリラズ、フリラズは1998年に結成された楽曲面を担当するイギリスのロックバンドブラーのデーモン・アルバーンとビジュアル面を担当するタンク・ガールなどの作であるコミックアーティストのジェミー・ヒューレットによるバーチャル覆面音楽プロジェクト。バンドはリードボーカル、キーボード、ベースギター、ボーカル、ギター、キーボード、バックボーカル、 ドラム、パーカッションら4人の架空のアニメーションキャクターで構成される。デーモンが中心となり、様々なミュージシャンとのコラボレーションで楽曲が制作されるが、オルタナティブロック、ブリッドポップ、トリップホップ、ヒップホップ、エレクトロニカ、インディーロック、ラブ、レゲエ、ポップといった多様な音楽ジャンルを横断する。2001年に発売されたバンドのデビューアルバム、 は700万枚、セカンドアルバム、ディーモンレーズも800万枚を売り上げ、ギネスブックより、最も成功した、バーチャルバンドとして提されるなど、革新的なバンドとして欧州のみならず、米国でも、人気を博す。楽曲での 2D の歌声は、デーモンのものだが、インタビュー、短編アニメで発言する際には、他のキャラクターも含めて、それぞれ別の声優が起用されている。 主に記載されるプロフィールには、自伝本、ライズオブザオ h e o の内容を含める。1997年から、ロンドンのウェストボーングローブのフラットで、共同生活をしていた、デーモン・アール・バーンとジェイミー・ヒューレットが、MTV を見て、現状のポップミュージックに厳滅で、新風を巻き起こそうと、1998年4月に、ゴリラズのプロジェクトが立ち上げられた。同年、 最初の曲として、ゴーストトレイをレコーディングした。2000年、初の EP、トゥモローカムストゥデイをリリース。イギリスのアンダーグラウンドのミュージックシーンで受け入れられ、口コミによってバンドの正体や活動内容など噂が広がった。2001年にファーストアルバム、ゴリラズをリリース。シングル、クリント・イーストウッドがモンスターヒットを記録し、 アルバムは2001年4月から52週にわたって1年以上チャートンを記録するなど700万枚以上を売り上げる。チボマットのハトリミホ、イブライム、フェレイルなどが参加し、プロデュースは男女オートメーターが担当。MTV ヨーロッパミュージックアワードではベストソングとベストダンスアーティストの2部門を受賞した。2001年にマーキュリー賞の候補になったが、後に バンド側の要請により指名が取り下げられた。当初は単発の企画かと思われていたが、2005年に4年ぶりとなるセカンドアルバム D-MONDAYS をリリース。デンジャーマウスがプロデューサーとして起用され、ハッピーマンデーズのショーンライダー、ネナ・チェリー、デラ・ソウル、デニス・ホッパーらが参加。アルバムは全英1位を獲得、アメリカでもビルボードチャートのトップ5にいる。 全世界で800万枚を売り上げ、イギリスで5プラチナ認定、アメリカではダブルプラチナ認定を受けた。クラミー賞で1部門、MTV ビデオミュージックアワーズで2部門、エネミーアワーズと MTV ヨーロッパミュージックアワードで、それぞれ3部門を受賞。グリッドアワードでは9部門で候補になった。セカンドアルバムからのファーストシングル、Feel, Good i n は、 先行ダウンロードセールスで全英二21位を獲得した後、本格的な発売に入ると全英2位まで上昇。リリースから11ヶ月後の2006年4月まで計39週チャートインを果たすなど、ロングヒットを記録した。また、グラミー賞では、レコード・オブ・ザ・イヤーと最優秀賞とミュックビデオ賞にノミネートされたほか、最優秀、ポップ・ボーカルコラボレーション賞を受賞した。 この曲は iPod のテレビコマーシャルソングにも起用されている。セカンドシングル、デアではグループ初となる全英シングルチャート1位を獲得。同年の MTV ヨーロッパミュージックアワードでは最先端の映像技術を駆使した 3D ホログラムアメーション映像でのライブパフォーマンスを披露。また、同アワードではベストグループ賞を受賞するなど、その活動は デーモンとジェイミーのサイドプロジェクトの息を帳たものとなりつつあった。2008年には大手音楽 SNS、サイトマイスペース上で最も人気の高いバンドに選出された。2010年3月にはサードアルバム、プラスティック・ビーチ・チをリリース。前作に引き続き、デラ・ソウルが参加したのをはじめ、スヌープ・ドッグ、ルー・リード、マーク・イース・ミス、グリフリース、さらに、 ザクラッシュの両翼ミック・ジョーンズとポール・シムノーンなど豪華多彩なゲスト陣を迎えたアルバムは全英チャート2位を記録。全米ビルボードチャートでも過去最高の2位、欧州主要チャートでもの気並みトップ10入りを獲得した。同年1月26日に先行デジタルリリースされたモステフとボビー・ウーマックをフィーチャーした先行シングルスタイロはプロモーションビデオに 米国人俳優のブルース・ウィリスが出演するなど話題を呼び、YouTube 上で公開後24時間で90万回以上の再生数を達成し、当時の初日再生回数の過去最多記録を更新した。2010年4月18日に行われたコーチェラフェスティバルをはじめ世界各国の大型フェスに参加し、延べ40万人以上のオーディエンスを前にパフォーマンスを披露した。 7月25日にはシリアアラブ共和国のこ都ダマスカスにある11世紀に作られた歴史を持つ城塞でライブが行われダマスカスで大規模なライブを行った初の欧米アーティストとなった2010年10月から初の世界ツアーエスケープトゥプラスティックビーチワールドツアーを決行同年12月ツアー終了と同時にデーモンが ツアーの間に iPad のみで制作したというアルバム、The ール l をファンクラブメンバーの無料ダウンロードで発売し、2011年4月にフィジカルでリリースした。2017年4月にはフォースアルバム、Humans をリリース。デラソール、ノエル・ギャラガー、アンソニー・ハミルトン、プシャティ、ベンジャミン・クレモンタインなどがゲストとて参加。2017年7月に、 ヒューマンズツアーを結婚し、フジロックフェスティバルの初日ヘッドライナーとして参加。また、同年11月にヨーロッパツアーを開催。2018年6月には、フィフスアルバム、ザ・ナウナウをリリース。ジョージ・ベンソンをフィーチャーした、ヒューミルティは、プロモーションビデオにジャック・ブラックが出演した。6月から、ザ・ナウナウツアーを観光し、同月来日。21日に幕張メッセ。 22日には、ゼップデバーシティ東京でライブが行われ、22日のライブでは、発売前の新アルバムの曲を世界選行で全演奏した。架空のカートゥーンバンドという体裁上、当初は大規模なライブ活動は想定されていなかったが、アルバムリリースを追うごとに、ライブの規模は拡大していった。ファーストアルバムリリース後のライブでは、 スクリーンに映し出されたアニメ映像に合わせ、ステージ奥にいるデーモン以下のバンドが一切その姿を隠したまま演奏するというスタイルであった。2001年のサマーソニック前夜、ライブ、ソナカメイニアでも深夜の時間帯にこのスタイルで出演しているが、プロモーション活動としての意味合いの高衣装規模の演出であった。続く、セカンドアルバム発表後のデーモンデイズライブでは、 オーケストラとバンド、DJ、合唱隊など、総勢40名もの演奏者を、ステージ上に配置し、曲ごとに、客演のゲストミュージシャンが、袖から入れ替わり立ち替わり登壇するスタイルを実践した。その際、デーモン以下のバンドメンバーは、照明を落とした暗部から、影として照らし出されて、演奏を行うのみで、スポットライトは、客演者を中心に当てられ、 背後のビッグスクリーンによるアニメ VJ を駆使した演出を取った。会場もアポロシアターなど英米の著名、オペラハウスで行うという実験的で限定的なものに止めていた。サードアルバムリリース後はコーチェラフェスティバル、ロスキルドフェスティバルなど大型野外フェスへの出演と大規模な世界ツアーを観光するためか以前のようなアニメ中心の演出は減退し姿を隠さずに デーモンはじめ、バンドメンバーが、スポットライトの下に全面に出て、演奏を行うという、オーソドックスなスタイルに移行した。それまでの VJ 中心の演出を排した、このライブ手法に、賛否は、分かれたものの、ヘッドライナーとして出演した、グラストンベリーフェスティバルでは、主要な客演ミュージシャンの総出演が実現し、ツアー中唯一のライブ共演となった、ルーリードや、マーク・イース・ミス。 ショーンライダー、ボビー・ウーマック・ニデラ・ソウル、モス・デフ、スヌープ・ドッグまでが同じステージに出演する豪華さが話題となった。また、DJ と生楽器、ゲストシンガーを基盤とするデミカバカ・ジュニアによるクラブミュージックユニットであるゴリラズのブンパー、セクト、ゴリラズ・サウンド・システムがクラブイベントを不定期ながら行っている。ゴリラズの楽曲をライブでリミックスし、 ステージと観客の間に両者を遮るように、半透明の薄いカーテンをかけて、幕の上ビジュアルや照明を投影するなど、凝った映像演出で盛り上げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。